ームにお越しの皆さん、それではインタビューです。5人の皆さんにお越しいただきました。まずは内田選手にお話を伺います。久しぶりにこれだけのファンの前で東京ドームに3年ぶりに帰ってきました。今どんな心境でしょうか？いや、2019年の、引退の試合が東京ドームで、3年半以上も前になるんですけど、こういう形で東京ドームに帰ってこられて、感無量ですね。内田さん、改めてこうやって高校野球を目指している女子選手と戦ってどんな意味があって、そして改めて内田さん、どういう思いを持って戦ったんでしょうか？去年初めての試みで、神戸で行ったんですけれども、高校3年生の、女子高生たちの大きなモチベーションになったらいいなという思いで、僕がピッチャーで、130キロぐらいっていうと、女子だとなかなか130キロ投げられないと思うんですよね。でもそのいいバランスでこのゲームってできるんじゃないかなって、今日は松田選手も加わってくれて、さらに女子高生たちが、こういう、甲子園が始まりました。で、東京ドームの試合がありました。でも新たにまたこういうステージがあるというのは、とても意義があることになるんではないかと、信じて今日も戦いました。そして女子高生が戦ってみて139女子高生に投げましたが、いかがでしたか？ボロボロです。そんなことありますか？いや、でもこの試みが僕自身もアスリートとしての限界を見られるいいチャンスなので、今日もボロボロになるまでやろうと思いました。これは現役のプロ野球選手だったら絶対できないことなので、毎日限界を迎えたいと思いつつもなかなかできることではないんですけど、今日は今日の限界を見たような気がして、すごく気持ちが良かったです。